おはようございます。新次登山部です。今日は多度山に登ります。で、ツイッターとかね、山アップ見てらっしゃる方はご存知かと思いますけど、僕ね、1週間ほどちょっと入院をしてました。人生初の入院ということでね、まあいろいろね経験してきたなといった感じです。はい。まあ病院に行ったきっかけはね、お腹がねめっちゃ痛くってね、もう我慢できなくなって、夜中に、はい、病院にちょっと緊急で対応してもらったっていう、そんな感じやったんですけど、そのまま入院となりました。病名としては胆のう炎ということで、はい、もうあれね悶絶です。痛すぎてね、苦しすぎて、もう最後ね気絶するんじゃないかなっていうぐらいね、のたうちもありましたけど、はい、無事ね、回復して、退院することができました。1週間も入院してると体力はねぐーっと落ちていくんですよね。退院して2日目ですけど、多度山で、どれぐらい体力が落ちてるかで歩けるかっていうのをね、ちょっとね見ていきたいなと思います。今日はね無理せずに疲れたっていうか、あ、これしんどいなって思ったら、引き返そうかなといった考えで、ちょっとね、山頂まで歩いてみようかなと思います。はい、それでは、多度山山頂を向けて歩きたいと思います。行ってきます。ご安全に。いや、びっくりした。なんか新しい張り紙がある。トイレの利用についてお願いということで、三条公園のトイレの水は麓から人力で運んで供給しています。そのため利用頻度によっては水が不足し、トイレが使用できない場合がありますのでご了承ください。確かにね、毎日あげてもらってますもんね。うん、でなるべく麓の駐車場横のトイレをご利用いただくようご理解ご協力をお願いしますということで、桑名市の方からご連絡です。今日ね、見客コース、こっちねで山頂を登りたいと思います。ほら、いい天気。レスキューポイントだ。ふう、今んとこ順調です。いや、今日結構遠くまで見える。6合目到着です。いや、体調の方はね、至って変わらず順調です。問題なしと。すげえいい景色。ヤング広場までやってきました。体調の方はね全然ね問題なしと、いった感じで、はい、上まで山頂もすぐそこなんでね、はい、行けると思います。いい感じです。気温の方は見えるかな、見える 6.8 度、湿度 65% といった感じです。よいしょ。見客コースの登山口からスタートして45分で山頂到着です。まあまあちょっと遅いかなくらいのペースで上がってきました。無事山頂到着です。はい、山頂到着。え、今日はよく見えるな。今日はね景色を見ながらおにぎり食べようかなと思って持ってきました。でね、ここに入ってるのがね、2週間前に大台町のねイベントに参加した時にいただいたキャラブキです。これめっちゃうまいんですよ。はい、これ食べながらちょっとね景色楽しみたいと思います。いや、無事ね山頂登ってこれてよかったっすわ。うん、入院中はねちょっと歩くのでもしんどかったんでね、いただきます。うん、うまっ。はい、ということで無事ね山頂に登ってくることができました。今ね、はい、ここ独り占めです。いいっすね。はい、先週ね入院した時はもう俺この後どうなるんだろうっていうぐらいね、はい、苦しみましたけど無事回復して、多度山山頂に登ってくることができました。よかったほんとよかった。はい、ということでまあ多度山は登れるということで次ね、もうちょっと高い山、はい、チャレンジしてみたいと思います。これからね、体調をやっぱね管理しながらっていうかな、うん、気をつけながら登っていきたいなと思います。山の上でねなんか起こってしまった時、体調が崩れてしまった時とかね、なかなかね病院とかっても行きにくいんでね、まあそこら辺気をつけていきたいと思います。ということで、多度山山頂でした。下山します。ありがとうございました。はい、ということで無事ね多度山から下山してきました。いやーね、普通にね登れたんでね良かったなと思います。病院の方でね僕アルコールとお肉、はい、禁止されましたんでしばらく飲めないし食べれないなっていう、まあそんな感じですが、まあ自分がね、不節制してたんでね、まあこういう風になったんですけどね、しばらくの間は我慢したいなと、食生活改善していきたいなと思います。はい、ということで、以上多度山でした。いやー無事ね、下山してできて登れてか、はい、無事に登れてよかったです。お疲れ様でした。帰ります。おはようございます。こんな感じですね。三つもらってっていいですか。はい。3個。はい、3個ください。あったかいですね。あ、出来たてってことですか。そうですね。あ、ありがとうございます。今ここで揚げてますので。あ、そうなんですね。カラッと揚げた黒糖味のまんじゅう。はい。ありがとうございます。はい、すみません。お願いします。450円になります。はい。よろしくお願いします。はい。じゃあすみません。ありがとうございます。はい、揚げたてのかりんとうまんじゅうゲットしました。家帰ってお茶と一緒にいただきます。お店はね、ここ多度大社の前です。